富士登山おばちめぐりおばちめぐりとは、河口の周りを一周すること。本記事では日本におけるおばちめぐりの代表例である、富士山山頂の河口について記述する。その他のおばちめぐりについては、各記事先を参照。おばちめぐりが行われるようになった年代は明らかではないが、富士港が広まり、その信者が登山をした際などは、すでに一つの行事として行われていた。 おばちめぐりと呼ばれる由来は、頂上に八つある峰の鉢からお鉢めぐりとなり、形が変わりおばちめぐりとなったという説と、噴火口がおばちのようであるからという二つの説がある。本来は、や神峰をすべてめぐることをおばちめぐりと呼んでいたようだが、現在は峰に登るのが危険であるため、峰の頂上を通らずに巻く道を通って、火口の周りを一周することをおばちめぐりという。 口実する通り、お鉢巡りを行うには時間に余裕があり、かつ好天候である必要があるため、富士山町に登頂したものでも、お鉢巡りを行わないものや県が峰まで行かないものは多い。そもそも富士山においては、各登山道の終点である河口の周りを頂上と呼んでおり、ここに到達すれば登頂したことになるからである。 なお、おばちめぐりルートの大半は、傾斜が緩いため体力を必要としないが、標高が3700メートル以上であるため空気が、薄く、高山病にかかりやすいので深呼吸を怠らないなど、注意が必要である。富士山山頂の河口の周りを一周する、おばちめぐりは有名である。一周するのに要する標準コースタイムは1時間35分。 県が峰など展望ポイントや各山小屋でゆっくり休憩を取った場合や、疲労時は2時間以上かかる。おばち、巡りルート上に日本最高標高地点である県が峰がある。なお、近年は7月に入っても残雪が多く、県が峰から時計回り側は、残雪のため通行止めになる年が多い。この場合は一周できず、吉田口山頂富士宮口山頂県が峰の、 往復となる。近年の通行規制解除日は以下の通り、お鉢巡りの際、目印とされる箇所がある。富士港の信者がお鉢巡りを行った際には、すでにこのように呼ばれていたとされ、聖地として考えられていた。お鉢巡りルートには、足を踏み外せば滑落するような場所も多いが、柵は一部区間にしか設置されていない。そのため、強風に煽られたり、 雨や霧で滑りやすくなった石で滑落する恐れもある。夜間に歩くのも危険である。このような悪天候の日におばち、巡りルート上を歩いたために命を落とした事例もある。河口の周りを一周するだけなので迷いにくいが、道標は最低限しか設置されていない。おばち巡りは、時計周りに一周するのが、本来の習わしとされる。これは、明治以前は、富士登山は、 仏教の要素が大きかったのであるが、仏教では聖地を右回りに回るのが奈良足で、あるからである。また、最も利用者数が多い吉田口、椿口から頂上に上ると、時計回り方向に山小屋やトイレが並んでおり、富士宮口、御殿場口から登頂した場合も、時計回り方向に最高本剣が峰があるため、そのまま時計回り方向におばっちめぐりするものが大半である。また、 剣ヶ峰直下の北側は7月に入っても残雪が残りやすいため、おばち巡りルート通行規制中は、時計回りでしか剣ヶ峰に行くことはできない。幕末期の富士港の一派である、小谷三氏率いる富士港は常識を逆転させて、倫理を解く、お振り替わりという考え方から反対回りを実施していた。ありがとうございます。